今日は9回の武田久志のところで、あのまま逃げ切れば文句なかったわけですが、その他のリレーは綺麗に決まりましたね。そうですね、はい。まあでも野球ですよね、それが。はい、思った通りに行く試合なんて何試合もないですから、はい、今日が141試合目。明日の西武戦と、そして8日のオリックス戦、10日の楽天戦と、3試合しか残っておりません。さあ武田久志もベンチに戻ってきました。12回の裏、小屋野が先頭バッターです。今日は小屋野のところのバッターボックスが難しい場面が多かったですね。そうですね、バントのシーンが多いですよ ね、 そうですね。ここはもう思い切っていけると思います。ピッチャーは先ほどの回11回から登板している西口。思い切って引っ張りました。ホームラン狙ったんじゃないですか、今のスイング。もう何もないわけですからね。そうですよね、はい、負けはないわけですからね、はい、ワンストライクワンボールです。延長12回の裏、4対4の同点、日本ハムの攻撃。左中間抜けた、守備、本当に思い切って振ってますね。そうですね、そしてコンタがバッターボックスに入ります。ピンチランナー、二塁ランナー小屋野です。バッターは7番ランナーいいか、コンタ、梨田監督登場です。村田、村田がいますよね、はい。小屋野に代わるダイソー村田です。さあコンタはバントすると大野は勝負、金子、この2番とコンタ敬遠ですね、うん、コンタ敬遠で1塁2塁になって、王のバントです。王の送りバントですね、はい、で金子を敬遠するのか、金子を敬遠する、はい、するのかどうかですね、はい。まあ、さっきね、稲葉に敬遠で高橋で勝負という、渡辺監督の采配、ピタリ当たりましたからね、はい。まあ、それも本当に監督の勝負感しかないんですけども、金子敬遠して田中と勝負という、はい、これも本当はね、バント刺してランナーサードでそこから敬遠敬遠という手もあったんですけど、はい、もう監督の勘ですよね、ここは。でもここまでは、全て、渡辺監督の勘当たってますよね。そして飯山が代打、はい、ライダーに起用されました。ここはピンチバンターです。バンターですね。
まあ、村田足速いですけども、はい、このケースバントの空振り見逃しキャッチャーからの牽制アウトというのは一番多いですから ありますね、特にこれフォースプレーですからね、はい、そこを注意しながら少々のバントだったらサードセーフになると思うんでね、慌てないことですよね。ゲームに出る回数が少ない人間はそのミス多いですからね。バントしました、送りバント成功。さあこれで飯山が、ああいいバント来ましたね、ナイスバントです、いい仕事。そして金子、金子と勝負するかどうか。今日のバッティング内容からすると、うん、まあ、田中健介も怖いバッターですけどね。いや金子勝負の健介ある昔の一人勝負ということも考えられますね。あ、ワンアウト二塁三塁です。普通に自分のスイングすればこの浅い外野ですからね。レフトはあるか、もうショートも後ろですね、はい、若いカウントのストライクをスイングしてほしいですね、はいはい、ワンアウト二塁三塁、まあ、今年一番頑張った人に最後にいい場面を回してくれたんですよ、はい、ワンストライクワンボール、神様の配慮でしょうかね。バッターボックス金子、さよならのチャンスです。延長12回の裏、スイングスイングスイング、ボールカウントワンストライクワンボール、ピッチャー西口打ちました、センターへ、センターバック、センターバック、センターバック取った、三塁側のタッチアップ、ホームイン、さよなら金子が決めました、さよなら。さよなら優勝です。金子が決めました、2年ぶり5回目のパリーグ優勝です。延長12回の裏、金子の犠牲フライ、5対4、ダルビッシュもいます、ヤギもいます、ボッチもいます。勝利投手高平、対戦投手西口、竹山選手に札幌ビール4世同票共同記念日勝利投手賞が贈られます。去年のチャンピオンチーム西武の前で2年ぶりのリーグ優勝を果たしました。始まらないですね。リーグ優勝を飾りました。どうぞ皆さん大きな拍手を。マウンド付近に選手たちが集まっていますが、就任2年目の梨田監督、やっと笑みがこぼれました。さあ梨田監督の胴上げです。1回、2回、3回、就任2年目、178cm、86kg、梨田監督が宙に舞いました。喜びが爆発している日本ハムナインです。ダルビッシュもいます。
延長12回サヨナラ勝ちで2年ぶり5回目のリーグ優勝を決めました。